私の恋を奇跡の準備で止めしない、うん、皆さんこんにちは、ジョンです。今日私 KTX 乗って釜山に行きます。釜山今日は初めて韓国のクリーン席、まあ韓国ではツクシというこう席を取りましたので、ちょっと韓国では8000円ぐらいやつで取りました。普段一般料金はまあ5000円ぐらいなので、今からちょっと11時の列車で釜山に行きます。 KTX で釜山で GO!私今独立してクリーン席に乗りました。まあ韓国ではパスでクラッシュ、KTX のクリーン席は右肩なんですけど、乗務員が分かるので、僕の経験でお子さんを見たら結構治安的です。あ、ないです。まあ誕生日に水はこれです。これ。これで、あとは新聞とか、こう国的の特別なサービスは新聞とか、こう本をただで読むので、あ、新聞を持って帰って大丈夫です。韓国の興味ある人はこれを持ってください。に着きました。まあめっちゃ楽でした。もう結構足も伸ばしたりするので結構楽しかったです。今日これから一応釜山にまたツアーしますので、皆さんも楽しんでください。また止まんなよ、止まんなよ。